東雲君。今日のお話で質問があります。教えてもらえますか？先生、はあ、学校では接触を避けるよう言ったはずだが、何を聞きたいんだね？先生の気持ちです。先生は私を特別とおっしゃいました。その通り、君は特別だ。私も先生が来た時から感じてたんです。特別な人なんだって、何かが始まるんだって。先生、調査機関が監視し始めている。我々は非公式な組織だ。今目立つのは良くないな。それは話したはずだ。詳しい説明のためにまた連絡をします。いいね？待って先生、その詳しい説明のためにまた連絡をします。いいね？待って先生、その詳しい、いいね？待って先生。三級の担任に代わって現れた非常勤講師の井田先生。本当は秘密のある不思議な人。先生、今まで私こういう気持ち知らなかったの。先生のこと思うだけで私。私がどういう立場かは説明の通りだ。確かに私にとって君は、いや我々にとって君は重要な存在で、搭乗者に選ばれた君たちの保護は作戦の最優先事項だ。わかるだろう？困らせないでくれ東雲くん。東雲くん、君は素晴らしい。理解力も適応力も高く、操縦技術も十二分だ。君が加われば奴らに対抗できる。だが最後は君の気持ちが重要だ。勝利を得るには執念深く準備できるものでなければならない。先週起こった事件でネットは持ちきり、上陸してきた侵略者の群れを謎のロボットが防いだからだ。先生は私をあれに乗せることだけが望みですか？この都市で攻撃を防げなければ世界は滅びると言っていい。先日の初戦では撃退に成功した。市街地の被害も中心部を避けて最小限に抑えられている。だがあの侵攻はまだ本気ではない。本格的な襲来は間もなくだ。おい、どういうことだ？近づくなって言ったのはあんただろ。なんで涼子先輩につきまとってんだ？関ヶ原君。やめて A 君、私が呼び止めたの。先輩。そういうことです。しかしこれでは目立ってしょうがない。私は行きます。待って。いいよ、私、先生が望むならあれで戦います。いいのですか？決めました。では放課後に落ち合いましょう。作戦会議で
詳しい説明をします。待てよ、俺も行く。君も作戦に参加してくれると？ああ、してやるよ。涼子先輩と一緒に行く。実に喜ばしい。それでは放課後に。本当にいいのかよ？いいのよ涼子。エリア B2、 松井機長制圧。エリア D7 は第7波、残り23。14番が進路を抑え込んだわ。あと少し気を抜かないで。14番機損傷。東雲君、一旦離脱するんだ。私まだやれます。17番、14番を援護して。17番、応答がないわ。森村先生、何か変です。関ヶ原も反応がありません。システムが攻撃されている。どこから？レーザーリンクから侵入されてる。攻撃は15番機からです。関ヶ原君。関ヶ原が各機兵に発信しています。切れない。このままだと全機がダウンします。全滅するぞ。全機強制転送コード。設定が間に合いません。そのままやって。確かにリンクは切れる。だがどこへ出るかわからないぞ。搭乗者の命が優先よ。16、13番、転送開始。12番、19番、転送。14番も完了だ。あとは反応がない。どうしてこんなことに。怪獣はすぐにここまで来ます。逃げなければ。原因究明は後です。自立型の8番機にアクセスできた。これで時間を稼ぎます。二人はゲート。井田くん、急いでください。私も無駄死には嫌です。先生、行きましょう。この子たちも、奴のせいで。井田先生は、私たちを脱出させるために、最後まであの戦場に。ここが奴のアジトというわけか。
426は凶悪犯。安易に踏み込むのは危険だ。伊田先生は言っていた。勝利を得るには執念深く準備しなければ。囚人番号426、あいつが未来で収監された時の名だ。時間を移動して我々の邪魔をする。2100年製の銃だ。いざとなればこれで、あいつは弾はまだ残ってる。涼子さん、追い詰めたぞ426。報いを受ける時よ。もう逃げられないぞ426。俺が426だと誰から聞いた？アクセス履歴よ。関ヶ原へ、あなたが騎兵を狂わせたプログラムは426の ID で作成されていた。間抜けな証拠を残したもんだな。あなたの狙いが何なのか、今さらそんなものに興味はないわ。私が許せないのは先生のこと。あなたのせいで伊田先生は。君はまだそんなことを言ってるのか。話はもう終わりよ。ここで撃ち殺してやる。じゃあ撃てよ。撃ってみろ。ほら。トリガーがロックされてるだろ。俺を撃てないように設定されている。力ずくでだって。その怪我で。それに何をする。やはりからか。もうすぐ薬も切れる。涼子さん、すまない。あなたを救えなくて。はい。意識が戻ったわね。ここがどこかわかる？質問に答えて、東雲さん。今は何年？1985年。最後に何を覚えてる？426に逃げられた。次は必ず捕まえる。そう、分かったわ。体の具合はどう？頭が痛い。精密検査をした方がいいわ。単なる時間余裕。神経に負荷がかかってる。転移は控えるべきね。薬持ってるわね。ちゃんと飲みなさい。これで少しは楽になるはず。粒が大きくて、だけどこれでしか頭痛は取れない。頭痛がひどくなったら飲みなさい。少し強い薬だから、副作用で一時的な記憶の混乱があるわ。安心して、すぐに戻るから。戻らなきゃ。時間移動はできないわ。侵略が始まる前に騎兵を直さなきゃ。止めても無駄よ。私は戻って奴を追う。止めてるわけじゃない。今
ゲートは使えないの。なぜ時間移動が無理なの？何者かにゲートを封じられた。調べてる最中よ。ゲートの封鎖、そんな真似ができるのはおそらくあいつだけ。ゲートを設置した426だけだ。過去に閉じ込められたわけね。大丈夫かい？誰？世界を滅ぼす最悪の元凶だ。426を捕らえねば侵略者に対抗できない。世界を滅ぼす426を捕らえねば侵略者に対抗できない。転移の時間座標は40年単位で固定されている。自由自在の時間旅行ではない。転移の侵略世界を滅ぼ、私たちを追って粒が。あなたは同じ2年のゴーとレンヤ。君をサポートするように言われている。君の相棒だ。よろしく。426はきっと誰かと接触する。適合者全員のリストが欲しい。もちろんこの時代の人間も含めて。検討してみる。検討する必要はない。奴を捕まえなきゃ結果は最悪よ。片っ端から生徒に聞いて回ってほしいの。分かったわ。机の上にファイルがある。全員ではないけど、学校に在籍する適合者よ。騎兵搭乗者となる資質を持つ人間は未来の情報から判明している。できるだけ早く修復しておくわ。彼の情報が入ったらすぐに知らせる。付き添いはいらない。一人で調べる。いいえ、危険よ。一緒に行動して。ここは2065年じゃない。ルールは守ってもらうわ。ゴート君、頼みます。わかりました。期待しているわ。これか。適合者をここに集める計画。私を含めた女子4人。女子だけ。 B 組に冬坂と如月、 C 組は薬師寺。女子の適合者は全員1年生だ。 B 組に女子のファイルしかないけど。それしかここにないわ。男子についてはゴート君が把握してる。彼に聞いて。リストがないため不明だ。男子の情報はゴート連夜が知っている。男子適合者が誰か教えなさい。もちろん。でもその前に聞かせてほしい。君はどうしてそんなに426を憎んでいるのか。正気？世界の命運がかかってるのよ。そうとしても必要以上な彼への憎しみを感じる。奴が騎兵を狂わせたせいで私の町は灰となった。彼なんて親しげに呼ばないで。426は人間じゃない。未来で作られた人工知能よ。関ヶ原 A と名乗っているわ。426の写真だ。関ヶ原 A と名乗り潜伏している。騎兵を狂わせ世界を滅ぼす最悪だ。
426を捕らえねば侵略者に対抗できない。さあ、男子適合者を教えなさい。426が接触しそうなものか、すでに接触したものがいるはずだ。壁の時計だともう昼休み。彼らは食堂にいるんじゃないかな。行ってみよう。賑やかね。リストがないため不明だ。男子の情報はゴーとレンヤが知っている。リストがだ、とても割り込めそうもないわね。それで適合者はどこにいるの？パッと見た限りいないようだね。B 組に、いや、女子男子適合者を先に探そう。とても割り込め、あれ、東雲、いいところにちょうど探していたんだ。彼は網口柊、お探しの一人だ。質問があるの。こういう人を見なかったかしら。え？いや、見てないな。そう。あ？あ、パン買えた？助けが必要かな。いや、あの時は結局役に立てなかった。挽回のチャンスが欲しいな。助けに来てくれたのは感謝してるよ。どこ行くの？人前で気安くすんな。なんだろう、この奇妙な感情。彼が女の子と仲良さそうだと胸が締め付けられる。まるでやきもち。私が彼に。バカバカしい。そんなことあるわけがない。頭が。スキスキする。網口柊、なぜか彼に対して奇妙な感情が湧く。まるで恋愛のような。 B 組に女子の一年、もうたまたまが終わりそう。それでは。これで少しは楽になるはず。とても悪い。どこへ行く気だ？女子適合者を当たる。適合者はど、女子適合者リストの写真で確認しよう。周りにはいないわね。関ヶ原 A と名乗り、せ、奴の写真、接触がついてこなくて。そう言わないでくれ。これでも君の力になれるつもりなんだ。どうかしらね。君の把握している情報を教えてくれないか。より協力するために。何をじっと見て。ひどい姿って思ったんでしょう。確かにその傷だらけの細腕から、あの荒々しい騎兵の戦いぶりは想像できないな。見たの？前の戦闘の現場でね。森村先生を手伝っていた。それでは。
薬師寺めぐみ。薬師寺さん、ちょっといいかしら。こういう人は見なかった。426でしょ。知っているの？何度も聞いて覚えてしまったわ。森村が教えたのね。その様子だとやはり14番に乗るのは難しそう。14番。もうダメ、頭が割れそう。これで少し。14番は私の騎兵だ。あなたが乗ってきた14番よ。回収できてよかったわ。四季島の大型格納庫にギリギリ入ったの。ここまで運ぶのも大変だったのよ。あの事件以降発見できた騎兵はこの14番で3機目よ。新型は前期行方不明、12番も見つかっていない。沖野君も騎兵は治ったの？システムが侵されて修復はかなり困難ね。その上彼に騎兵の制御を抑えられては。426を捕らえねば。騎兵は使えないわけね。その子は何？ああ、紹介するわね。薬師寺めぐみさん。どうも。2025年の適合者よ。最悪の場、あなたに代わって騎兵に乗る。何ですって？そんなの認めない。その体調では操縦は無理よ。この14番は井田先生が私に選んでくれた私の騎兵よ。それなら乗ればよかったのよ。そんなに乗りたいなら重郎の代わりに。もっともあなたもこんなやりとりさえ忘れてしまうんでしょうけど。薬師寺さん。意識が戻ったわね。ここがどこか。あ、ビーグシジョテンヨンジスだけど、よ、関ヶ原騎兵4。質問に答えて。1900分かってる。嘘。ちょっと薬を飲み。時間移動。それも治ったら教えて。頭痛がひどく、少し副作用で安心して。そうね、2064年。大丈夫。まだ寝ていた方がいい。心配無用よ。頭すきず。こんな状態じゃ早く。どこへ行く気だ？ついてこない相手。そういうわけにはいかん。
記号車。はどこにいる？女子。キサラギトミ。キサラギさん、ちょっといいかしら。それで先輩は甘いものって好きですか？こういう人を見なかった。好みの女性のタイプってちょっとどうなって、なんでそんなことやってる。あんた逃げた方がいい。どうした、何かあったのか。別に何も。美和子、ほら行こう。どこ行くの？逃げる。なぜ逃げないといけないの？周りに ついてこない。これでもやっぱりかっこいいよね。聞いた、君の派より選挙会長候補でしょ。ひどいす。確かにその傷だ。あの荒々しい、想像できない。見たの？前の森村先生。憧れだよね。それで薬師寺さん、ちょっといいかしら。どうにもできないのね。何の話？あなたの問題。もうダメ、頭が。これですか？咳が。またですか？からかわないでくださいよ。僕はクラベ重郎です。ゴート先輩。すまないな、クラベ。いいから言ってくれ。クラベ、彼は泉くんよ。どういうことなの？ゴート蓮也なら。クラベ、彼は泉くんよ。ゴート蓮也なら。彼はゴート蓮也。あたすぎ。ねえ、ゴート先輩と一緒にいる人。クラベ、どうなってるの？人違いだよ。東雲先輩だよね。彼を見間違えたりしない？そうそう、事故で知らない方がいいこともある。なんでゴート先輩と一緒なんだろう。泉重郎はもういない。今の彼はクラベ戦闘で頭をやられて別人格になったんだ。回復は絶望的だ。もうダメ、頭が。これで少し。あの泉くんが私と同じ症状に。
君が東雲涼子さんだね。あなたは。僕は泉十郎。力を貸してほしい。あのロボットで世界を救うんだ。意識がも…ここがどこか…あ、ま…に、な…び…転移の地…地…す…だけ…よ…せ…きへ…よにいろ…質問に…センキュ、わかっ、嘘、ちょっと頭痛、すご、副作用、安心し時間、それも、治ったらおしそうね、2000大丈夫かい。まだ寝て心配無用。まだ寝て心配無用。どこへ。ついてこ。そういう。キサラギ。キサラギちょっといいか。あ、ゴート、何か。それで先輩は甘いものって好きですか。新人物も。あなた、これらの女性のタイプってあなたあります。いや、そのコートが今のうちに。休日は何をなさってるんです。なんというか。先輩は甘いもの。先輩。アミ、聞きたいことがあったけど、それどころじゃないな。本当に具合悪そうだ。顔も赤い。熱でもあるんじゃないですか。放っておいて。おかしい。水。東雲先輩。何なの。わかった、この子似てるんだ。目元とか雰囲気とか伊田先生そっくり。伊田先生、思い出した。伊田先生、私がこの時代に飛ばされてきた時。君はいい。は。東雲涼子、10代女性。戸籍に照合なし、指紋登録もなし。君の調書にはこう書かれてる。虚言多く、妄想癖の疑いあり。精神鑑定が必要。私を精神異常で片付けたいのね。乗ってきた騎兵は、あれはどう説明する気。現在調査中だ。あんなでかいものを誰にも見られず、街中にどうやって運んだのか。
ありゃなんだね。怪獣と戦うために作られた兵器よ。2100年に現れる怪獣とやらかね。長所にある。2104年。何？最初に現れたのは2104年よ。それじゃあその2104年から君は何をしに来たんだね。私は2064年から来たの。もう何度も話したじゃない。理由なんか知らないわ。目覚めたらここに飛ばされてたのよ。君の話は突飛すぎる。失礼。この件に関する調査は即時中止するように。君は誰だね。伊田先生。情報特務機構顧問の伊田哲也です。調書は全て破棄。この証人は引き渡していただく。さあこっちへ。伊田先生、無事だったのね。よかった。迎えが遅くなってすまなかったね。情報特務、本当だったのか。民間委託の諜報機関ができたってのは。だが権限はあるのかね。これが防衛庁長官の指示書です。ご確認を。国防に関する機密です。警察内部にも秘密にするように。我々は公安の内定監査も仕事です。もう大丈夫だ。行こう。はい先生。大丈夫？保健の先生来るまで寝てた方がいい。保健室開けっぱなしだし、先生もすぐに戻ってくるよ。私は伊田先生に助けられた。本当に先生が生きている。網口柊、なぜ彼を見てたら急に思い出したの。この苛立つような不安な気持ち、なんだろう。大切な何かを忘れている気がする。意識。ここがどこ。大丈夫か。どこへ行く。どこへ行く気だ。ついて。そういうわ。それで先輩は甘いものって好きですか。あなた困ったな。ゴートが今のうちに好みの女性のタイプって。もうダメ、頭が割れそう。これだね。
ない。空になった。今のが最後の薬だったよね。うるわしいお嬢さん、症状が悪化する前に保健室に予備の薬を置いているはず。お困りなら俺でよければお力になりましょう。結構よ。このなりではやはり無理か。飲み物なんて薬くらい服用で子供じゃあるまいし。飲み物なんて薬くらい服子供じゃある。薬はか保健室で。井戸先生、偽ここに来な、そんな大よ、関ヶ原 A と名乗り潜伏し、騎兵を狂わせ世界を滅ぼす最悪426天意の40自由 B 組新女子のになぜ14あの私と同じ。いたいた、こっち。キサラギさん、なんでまた関ヶ原追いかけてんのよ。あなたは知らないでしょうが、騎兵を直すのに捕まえなきゃいけない。あいつが426だって言うんでしょ。知ってるの？あんたが言ったのよ。覚えがないわ。あんた森村に何されてるの？廃墟で一緒だったのも覚えてないの？廃墟。面倒な施錠がなされてるな。強引に接続するのも無理か。涼子さん、予想通りゲートの前に現れた。もう逃げられないぞ426。俺が426だって誰から聞いた？アクセス履歴よ。関ヶ原 A、 騎兵を狂わせたプログラムは426の ID で作成されていた。フフ、間抜けな証拠を残したもんだな。しまった。動くな。転移範囲の数値がおかしい。入力がまだなのに転移の実行が。離れろ。勝手な真似はさせない。涼子さん、邪魔しないでくれ。ダメだ。畜生。しかも移動先がずれてる。周囲にいた奴も巻き込んでしまった。まずいぞ。位置を追跡される。ゲートの履歴を消さないと。この子たちもこれであいつを適合者の一人。運の悪い子。涼子さん、追い詰めたぞ426。報いを受ける時よ。あなたのせいで井田先生は。君はまだそんなことを言ってるのか。ここで撃ち殺してやる。じゃあ撃てよ。撃ってみろ。ほら。バカにするな。
トリガーがロックされてるだろ。俺を撃てないように。力ずくでだって。その怪我で、それに何をする。やはりからか。ひどい症状だ。一体いつから飲んでないんだ。仕方ない、この薬なら俺のさ。騙されるものか。426年、何を吹き込まれたか知らないが、事件を引き起こしたのは俺じゃないし、俺は426でもない。涼子さん、家がずっと近所だったの。小さい頃からどこに行くにも涼子の家について回ってた。覚えていないのか。 A 君、飲むんだ。ほら、このアジトはおそらくバレただろう。外の奴らを連れて戻れ。いいな、俺はもう行く。426じゃん。じゃあ事件の犯人はどうなってるの。わからない。意識が戻っ、ここがどこか。大丈夫か。どこへ行く気だ。ついてこない。そういうわけ。事件を起こした犯人は一体。いだ、2000、ここに来た、な、そんなだ。キサラ、キサラ、ちょっといいかしら。コート先輩、何か。それで先輩は甘いものって困ったな。ゴートが今のうちに。女性のタイプってあります？もう頭が。から今のが症状が保健室。彼を犯人だと思っていたんだろう。 B 組に新女子の敵、転移の40年自由、薬保健室冷た。お、どうしました、麗しいお嬢さん。お困りなら俺でよければお力になりましょう。結構よ。このなりではやはり無理か。飲み物の薬くらい子供じゃある。飲み物の薬くらい子供じゃある。
もリムラがいなくて助かった。薬はどこだろう。薬を早く。女子生この子。冬坂伊織、適合者の一人ね。枕の下に何かある。アンプルだ。この子に投与された薬か。アンプルのラベルに NM0206 ナノマシンを注射されたのか。森村は何を考えているの。冬坂伊織になぜナノマシンを。投薬記録、書類を確認しよう。冬坂伊織、ナノマシン定着、記憶移植7回目。記憶の移植、まさか。東雲涼子、記憶剥離第三段階、泉十郎同様人格形成処置。あら、豪斗君はどうしたの。勝手に見たの。これはどういうこと。私たちに必要な措置。どう、犯人は見つかった。何を企んでいるの。想定よりひどい状態ね。薬を飲みなさい。答えて。冬坂伊織に何をしてるの。私の頭に。時間切れかしら。東雲さん、どう、思い出せる。でしょうね。あなたはもうすぐ消滅するのよ。意識が戻…ここがどこか。大丈夫。どこへ…ついて…そういう…そうだ、森村は…ナノマシンで人格を改造している。私も冬坂伊織も森村の言うことを信じるな。如月富、如月さん、ちょっといいかしら。あ、豪斗先輩、何かご用ですか。それで先輩は甘いものって好きですか。困ったな。好みの女性のタイプってあります。いや、その休日は何をなさってるんです。部員の募集が掲示されている。私には関わりのないことだ。
先輩。あなたは。ひどいな先輩。俺ですよ、網口。網口秀。網口。覚えがないわね。放っておいて。先輩。知らない人なのに。なんだろう。懐かしいような。A 君はなぜ保健室に行った方が結構よ、薬さえ飲めば。それ見なさい。ああ、販売が終わったので、うん、頭がスキスキ。から今のが症状が保健室。あの子は東雲。何やってんだ。え、黒服がお前を探してるぞ。私を。あなた誰。お互い特務機構の潜入要員だろ。また忘れちまったのか。潜入員。水販売が東雲、何やってんだ。え、黒服がお前を探してるぞ。私を。あなた誰。お互い特務機構の潜入要員だろ。また忘れちまったのか。潜入要員。もうダメ、頭が割れそう。メガネに弱み握られてスパイをやらされてたろ。メガネ。特務機構の井田哲也だ。井田先生がなんで。本当に覚えてないのか。理科室に転移しても戻ってきた時のその話。セクター4、桜高校だよ。あなたが最初に設置した理科室のゲート。網口がいない。あそこに置き去りだ。本心を聞かせて、井田先生。私は利用されているだけ。利用されるのは構わない。あなたが望むなら。でも先生の気持ちが他の子にあるのは許せない。先生はあの子とやり直すために私たちを見捨てる。東雲君、落ち着きたまえ。勘違いだ。研究室の映像を見てずっと苦しんでた。君は混乱している。薬を飲んで冷静になるんだ。決めたの。今日で決別する。スタンモード解除。待て東雲君。さ
さよなら、先生。思い出したのか？まさか、そんな、私が先生を。あの後、お前が走り去って、メガネは倒れたまま動かないし、仕方なく黒服に連絡を取った。先生は、無事なの？知るか。あれ以来メガネからの連絡はない。そんな、私が先生を撃つなんて。あれで無事だとはとても思えない。死んでるかもな。なんでそこまでしちまったんだ？映像を見たから。何を見た？やめて、もう思い出したくない。これ以上やめて。時間がない、急がないと。今日も調べられるだけ。どこまで見たっけ？井田先生の研究にアクセス。記録3214、次の記録から。AI の研究ばかり。データがなくなった。おかしい、記録はここまで。残っている最新の記録が3年前。誰かに消去されたんだわ。入れないよう連絡通路の扉はロックしたのに。監視カメラに何か残ってないかな。前回来た時からの監視映像あった。森村と郷と蓮也が何度か来てる。通路を開けたのは彼らか。そうか、監視映像を遡れば記録を消したのが誰かわかるかも。いや、悪いのは俺だ。油断があった。すぐにもう一体用意するよ。私より他の人たちの体を作ってあげて。残念だが彼らにはもう体は必要ないんだ。騎兵知ってたのか？適合者によりセイルだと円盤を騙すために、体のない仲間を騎兵に組み込むんでしょ？ああ、どれくらい円盤を騙せるかはわからないかな。私も騎兵に組み込んで。バカを言うな。バレたら異物として排除されるんだぞ。一か八かだ。三浦も肘山もいいんだ。
あいつらはそういう時代の人間だしな。伊沢くん、私を見て。もう今は如月富じゃない。この世界の如月富に君を移せば元に戻れる。研究も進んでる。君は復活できるんだ。ダメ、絶対にダメよ。新しくないのは、彼女は私なのよ。誰かを犠牲にして成り代わるなんて、そんなことをしたら私、伊沢くんを許さない。トミ、いいの、疲弊に組み込んで。考えてみるよ。調整のために一旦電源を落とす。どうしてだ。俺が助けたいのは君だけだ。他の誰が死ぬのか関係ない。君がいなきゃ意味がないんだ。あいつの言う通りだ。最初から黙って処置してしまえばよかったんだ。元の意識データは円盤に残ってる。いや、いっそもう一度最初からやり直すんだ。もう一度あの日から始めて、彼女のデータを新しい如月富に移せばいい。知る必要なんてないんだ。リセットすればその方がきっとうまくいく。